作品のテーマは芸どころ名古屋。尾張七代藩主徳川宗春公が築き上げた芸の都、名古屋の繁栄を願う志は今もなお受け継がれています。神楽の9年間の奇跡と名古屋の歴史を紡ぎ重ね、絢爛豪華に表現します。ただいまご紹介いただきました、愛知県名古屋市で活動しております神楽と申します。本日、ご披露させていただく作品なんですけれども、ここの絵絢爛豪華といたしまして、テーマを、名古屋祭りにも通ずるものがあるんですが、芸どころ名古屋、それを築き上げた、その礎を築き上げた尾張藩主徳川宗春公というものをテーマにいたしております。心を込めて精一杯ご披露させていただきます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。神髄
ど祭り大賞を見事受賞しました神楽の皆さんでした。ありがとうございました。さあ皆さんいかが